皆さん、こんにちは。ワンダレグルビージです。では、今回はカンパニーオブヒーローズ、ノルマンディ侵攻の続きをやっていきましょう。ステージ13ローになります。192高地をダッシュした今、エーブル中隊の次なるミッションは3ローを守る枢軸軍の守備隊を掃討すること。3ローの街を要塞に変えたドイツ軍は、最後の一兵になっても街を守り抜く覚悟だということですね。では、ミッションをプレイする。Now that we have Hill 192, we are in position to take St. Lo. Recon indicates the town is already in very bad shape, and the Germans are going to be dug in deep. There will be a lot of cover and obstacles in this terrain. What's left of the Kraut 352nd has made St. Lo a fortress city. The entire town center is a concentrated defensive ring. 街全体が艦上防衛地ということになってますね。さらに戦車もいるということです。包囲しながら中心部を叩けという内容になっています。Garrison one of these nearby buildings and set it up as a field barracks.では始めていきましょう。まずは舞台をですね、しっかりと編成していきましょう。ライフル兵が3、あとジープが1という、まあ、そういう編成ですかね。燃料を確保したり、まあ、もっと、これあれだな。敵のロケット砲が来てますね。ロケット砲に撃たれてるようなので、ちょっと早めに交代しましょう、一度。なので、ロケット砲に撃たれた初期配置の位置は危ないので、一度下がってここを弊社にアップグレードしておきましょう。使える建物はこの辺りはここぐらいしかないですかね。その間に周りも戦略ポイント確保しておきます。敵が来てるな。どっから来てる？こっちからか。いや、なかなか敵も多いですね。手榴弾なんかを投げ込んでおきましょう。エネミーユニットダウン。Casualties being reported。戦車が来てるな。これ戦車に抗う術あるのかな？ちょっと戦車と渡り合う余裕ないですよね、これね。一度、いずれしても出ましょう。ここにいると危険だ。いや、戦車が来ちゃってんな。なんとか戦車に、しょうがない。こうなった以上は粘着爆弾を捨て身の覚悟で投げてもらいましょう。なんとか戦車倒しましたね。そしたらここに兵器支援センター建ててます。機関銃兵だったり狙撃兵、スナイパーですね。この辺りを、まあ、確保するのが目的です。さらに救護施設も作りましょう。傷ついた兵はしっかり回復させて、練度が上がった兵を生還させていくと、まあ、そういう目的になります。ここにも機関銃兵がいるので、
まあ、なんとか爆弾を思い切って投げ込みましょう。手榴弾を投げ込んで撤退します。まあ、これの繰り返しですかね、しばらくはね。で、一歩ずつ前進していくと、まあ、そういう戦い方が基本ラインになってくるのかなと思います。2人同時にライフル投げ込めばなんとか、うん、手榴弾投げ込めばどっちかはね、その無事に任務を果たしてくれるでしょうというところです。で、建物を接収しましょう。ここには野戦砲がいるな。うわ、一瞬にして確保した建物が中の塀ごと持ってかれましたね。こっちは相変わらずロケット砲が打ち込まれてますね。ここからロケット砲を撃ってきてるので、ここまで一気に突入していかなきゃいけないと、まあそういう流れなんですけど、ちょっと難しそうだよな。まあ、ギリギリこのキワキワを取っていきますか。ジープはちょっと残しときます。ここにスナイパーがいますね。なんとか手榴弾投げ込んで撃破しましょう。そしたらここ接収します。まあ、こういう感じで地道に地道に進んでいきましょうか。まあ、ここには戦車がいるな。いや、本当に事欠かないな、敵には。なんとかこの戦車を撃破したいところですけどね。Infantry squad reporting casualties. The men are formed up. Taking fire! Sniper taking fire! Take cover! 戦車を特攻で撃破しましょう。粘着爆弾と手榴弾ですね、主に攻撃する手段は。これで撃破です。こういう形でちょっとずつ進んでいくしかないのかな。ここにいるロケット砲何門かありますよね。1、2、3、少なくても3個確認してますね。これを、まあ、できれば我々のものにしたいっていうのが、まあ、意図になりますので、ここに兵を投入していきましょう。ここにあるミサイル、うん、ロケット、これをなんとか、うん、3つあるんで撃破して回りたいですね。では覚悟を決めて突入していきましょう。まあ、どの角度から突入するかですけど、この道を通ってこっから入っていきましょう。左から右に。はい、ここの確保に成功しましたね。そしたらこの後はこの場所をうまく使っていきたいので、一旦ここを、まあ、陣地化していきましょう。さらにここにシャーマンとシャーマンクロコダイルが増援でやってきましたね。増援はうまく使いましょう。ここには敵の野戦砲なんかも用意されてるんで、まあ、これらにしっかり対処していくっていうのが、まあ一つポイントになりそうですね。あとは連装ロケット砲、これをどんどんぶっ放していきましょう。連装ロケット砲で敵の陣地を破壊していく、まあ、これが今回の主な戦い方になるんじゃないかなと思いますね。でクロコダイルとシャーマンを先頭に立てて、ロケット砲と迫撃砲、これで主に敵を
壊滅させていく、まあ、そういう戦い方でいきましょう。ジープとかもまあ特に使い道なさそうですね、ここまで来ると。もうでは周辺の建物これ焼き払っていきましょう。敵がいる可能性がありますからね。敵がいる可能性のある場所は焼き払う。なんかもうこっからは消化試合な感じがちょっとするな。ロケット砲で、まあ、処理しきれないところに関してはクロコダイルで焼き払いましょう。ここまでできれば完璧ですね。静かになったらまた前進、静かになったらまた前進、これの繰り返しを行っていきましょう。さて次の敵の陣地に向かってるんですけど、ここには敵の戦車なんかあるいは装甲車なんかがいて、しばらくなぎ払ってから進みたいですね。まともに進むとこちらも損害が出てしまいそうな感じがちょっとしますね。ここはなんとか戦車と、あとはミサイルとそれと手榴弾を投げて敵の4号戦車をなんとかね無力化しておきます。よし、ギャー、まあ、ダメージを負ってしまった分はまた回復しましょう。で支援攻撃を使って敵の陣地攻撃中です。これも有効ですね、すごく。これでまたシャーマンを前に出します。回復しながらシャーマン使えばこのマップでシャーマンが撃破されるっていうことは、まあ、今のところなさそうかなっていう感じがしますね。では焼き払いましたので、次の敵陣地これを確保していきましょう。ロケットの制圧射撃も強いし、シャーマンも相変わらず活躍してくれてるし、盤石ですね、ここまでね。ミサイル攻撃、本当に強い。これだけでこのステージ攻略できちゃうかなっていうね。それくらいやっぱり、有効な攻撃手段になってますね。はい、敵のね陣地をすべて制圧しました。残っているのは中心地だけですね。これでミッション完遂です。まあ、今回は敵から奪った連装ロケット砲。これがね、強かったので、あんまりね、苦戦するっていうことはなかったですね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。